白石筋です。ポンコです。本日はマリオパーティー5で遊んでいきたいと思います。はい。夫婦対決ですね。今回も夫婦対決。第9弾かな。9弾。メモリーカードデータ、カエデちゃん、ちょっと誰のデータかわかりませんが。中古だから。中古のソフトなんでちょっと。とりあえず。多分カエデちゃんが持ってたやつですね。じゃあちょっとカエデちゃんのデータお借りします。わかんねえ、誰のかマジ知らねえ。じゃあちょっと借りましょう。すごいおまけモードだったよな。そう、このすごいおまけモードで今回は遊んでいきたいと思います。そう、これのね、これのね、ちょっと待ってね。すごいおまけモードへようこそ。これ、ここからは案内役、ここからの案内役は私もあるよ。ここにはウッキウキのゲームがたくさんあるの。遠慮しないでゆっくり遊んでいってね。ということでね、今回は決めてて、この熱血ビーチバレーで。これがね、おー、これクソ面白くてね、これ。これ本当に熱血なのよ。これすげー楽しいのよ。これでちょっと開いた。これ本当ね、コントローラー落としちゃった。みんなにもやってみてほしいぐらい。家にあればね。これ見てる人は楽しさ伝わるか分かんないんだけど、やってる方はすげー楽しいのこれ。そこでじゃあ対決していきたいと思います。はい、今日は勝ちます。じゃあいくよ、レッツビーチバレー。いいね、やりましょう。これマジ楽しいから本当にやってほしい、これ。今のところ俺が前回のナルトで勝ち越してるんで。そうだよ、このまま勝ち逃げしたいですね。嫌です。熱血ビーチバレーのコートへようこそ。ゲームのルールを聞くので、まあ一応じゃあ聞きましょう。スティックで移動、ボールを A で打って B でジャンプ、うんうん、はい、まあ、シンプルですね、非常に。2人ずつチームで対戦して、レシーブやスパイクで相手コートにボールを叩き込んでいってね、うんうん、最初に決めた点数を先に取ったチームが勝ちよと。また2種類ある特殊なボールを選ぶと、いつもとは全然違ったビーチバレーを遊べるわ。とにかくプレイしてみてね、ということで、これでいいのかな。そうね、2人、人間2人とコンピューター2人で、うん、これ2人2人チームでやるからね。そう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 、4人でってことなんだけども、じゃあやっぱり俺はマリオかな。マリオシリーズでお世話になってるので。じゃあ私はヨッシー。ヨッシー好きだな。これマリテニの対決と同じじゃん。じゃあコンピューターはどうしようかな。チーム分かれるからさ。分かれるね。自分が好きな仲間にしたやつを一人ずつ選べばいい。やっぱり女だな。女がいるな、やっぱり。俺女と組みてえわ。じゃあ P チームで。はぁ、じゃあちょっと私は、うん、どうしよう。キノピオがいい。キノピオ。選んで。あ、俺が選ぶのか。そうそうそう。まあこの時は、えぇってことじゃねえんだな。ちげえな。それやめて、それ。ちょっと似てるけど腹立つんだよね、それ。じゃあ、ああ、違う違う、あ、こうかな。それでいい。1P のマリオとピーチチームが白羊で、うん、2P のヨッシーとキノピオチームがポムコですね。そう。やっていきましょう。はい。ベストカップルズが白羊で、相性ぴったりズがポムコですね。いいね。コンピューターどうする、これ。俺一回も勝ったことないのよ。ちなみにね、これ個人的にやった時はもう私が圧勝してたんで、ボッコボコにされてて絶対一回も勝ったことないから。ハンデつけましょうか。ハンデ欲しいね、やっぱり。まあまあハンデあっても勝てるんでいいでしょ。やかましいな、本当に。じゃあベストカップルズのピーチのコンピューターの強さはじゃあ強いにさせていただきます、はい、ちょっとハンデをもらいます。そうだね。じゃあ相性ぴったりズのキノピオは普通で OK、 やりましょう。じゃあとりあえずノーマルボールで遊んでみようか。そうだね、まあ、普通のバレーって感じ、うんうん、やりましょう。何点マッチ10点でいいかな。いいと思うよ、10点マッチでね、うん、設定はこれで OK です。じゃあやりましょう。はい、しゃあ、まあもうすぐ夏ですからね。いやそうよ、外出をね自粛の中、こうビーチバレーっていう、このいくぞ。はい、いくぞ。サーブ、スイッ、頼む、いけピーチ、ナイス、いけピーチ、いってこい、ナイスピーチ、いいよ、あ、くそ、ナイスキノピオ、
ないっすよ。くそめ。ああ。おお、じゃあ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 。ごめん、昨日ピュー拾いに行けなかった。いいよいいよ。おい。シャウト。お前何外してんだマジで。ふざけんなよ。え？よっしゃー。これなんでさ、ジャンプしてさ、スマッシュ打とうと思ったら飛んじゃうの？なんかずれちゃうのかな。おっしゃブロック。ちょっと待って待って待って待て。え？早いぞ展開が。いいや早いの。お、びっくりした。なんで2で返したの今。今、どんで2で返せた。どうやって2で返すの。あぶねえ。え、ほらほら。なんでこの現象、この現象は何なの。なんで打たなくなっちゃうの。ほらほらって言われてもさ。これマジでわけわかんねんだよな、これ。うわぁ。キノピオいいね。よし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 。ブロックできなかったわ、キノピオ。いいね、2いいね。俺スマッシュ。なんかキノピオ。いえ、キノピオ強くない？キノピオ強いよ。普通なんだけどね。普通か本当に。ピーチがなんかちょっとポンコツ臭が。オッケー。ナイスダブルブロック。マジかよ。素晴らしい。ポンコツとか言ったか怒られたのかな？え？え？おーしよ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 し。なんだ今の。いいよキノピオ。おお、バブね。これどうやってジャンプするんだっけ？ブロック B だよね。ブロック B だよ。B 押してもなんか飛ばなかったんだけど。なんでよ。わかんねえ。なんか動かなかった今。オッケー。ふ。行くか。よーしよ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 し。いいぞ。いや、取れんそれは。よっしゃい。それは無理よ。よしよしよし、ナイスナイスナイス、いいよ。全然読めてない。うわあ、危ねえ。ナイスナイス、オッケー。うっ、よし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 。めっちゃいい勝負なんだけど。いいねいいね。うわ、間に合った。あ、くそ、危ねえ。よしよし、取れんぞ取れんぞ。よしよしよし、落ち着いてきた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 。やべやべ。よしよし、いい勝負、なんか前より強くなってない。いい勝負いい勝負。くそ、頼む。ビーチナイス。よっしゃ、うわ、よし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 、ナイスブロック。いいよいいよいいよ。くそ、あぶね。頼む、ビーチ行け。よっしゃ、あぶね。頼む、ビーチ。よし、それはごめん、ピーチ。いい勝負すぎるでしょ、それ。すまん、それはすまん。よっしゃー、マジかー。まあそうか、10点マッチだから。うわー、きつい、これはきつい。いや、めっちゃいい勝負すんじゃん。超いい勝負なんだけど。え、初めてじゃない、こんないい勝負。そうだね。じゃあ次ちょっとボールを変えましょう。あ、そう、日本選手か。うん、カウントダウンボールでじゃあやりましょうか。カウントがゼロになると爆発するっていうボールですね。もう一個なかったっけ。もう一個あるよ。あ、もう一個サイコロボール。どっちでもいいけど、どっちからする。どっちがいいかな。どっちでもいいよ。このサイコロボールはちなみに落ちた時の目が得点になるので、6ポイント。そっち先にしたら、こっちとか6ポイントの一気に入ったりとかもするんだよね。え、じゃあこれ点数増やすとかやばくない。いや、いいよ、10ポイントで。このハラハラ感がいいんでしょ。すぐ終わるかもしれないんで。すぐ終わるじゃん。さあ、いいでしょう。これでいきましょう。そうだ、もうこれ6出て4出た終わりだよ、もう。終わりよ。やば。ハラハラすんじゃん、そっちの方がね。やだ。でもこれ多分お前の方が有利だと思うよ。俺、後半でちょっと上手くなったけど、前半相変わらず下手くそだからね。前半って、もうでも1試合したから一緒でしょ。あ、これまだ動いてんのか、常に。固定されないんだね。お、4点。え、よし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 。もう終わる、もう終わる。もう終わるんだけど。よし、プレッシャー与えていこう、ピーチ。いいよ。え、よっしゃ。くっそ、ほら結構いい勝負すんじゃん。たまたまでしょ。いい勝負すんじゃん、いい勝負すんじゃん。いけ、ピーチ、やれ。うわ、あぶね。よいしょ、あぶね。
あー2点か、よかったよかったよかった。うわー、ちょっと待って、もうこれこれマジでギャンブル感あるね。いけ、決めろ。うわー、よいしょ、あぶねー。いいよいいよいいよ、次で決まるかもしんない。やべ、6666来い、6来い、無理。よし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 、すぐ追いつかれんやん。ダメ、おし、あぶねー、あぶねー、よしよしよし、うわ間に合った、あぶねー、いけ、うわやべー、ナイス、おっしゃー、キノキアナイス。早、これ終わんの。だから言ったじゃん、これ早いでって。まあいいわ、面白かった。まあ、じゃあ一生いっぱいだな。うわ、一生いっぱいか。そしたらじゃあまたボールを変えて、普通にいい勝負だな。そうだね、カウントダウンボール、カウントダウンが0になると爆発するっていうやつでやっていきましょう。これ面白いんだよな。爆発したらどうなるんだっけ。もうあのプレイヤーが吹っ飛んでって得点が必ず入るっていう。ああ、そういうことか。ゼロにならないようにちゃんと回数も考えて、2で返すかってやらないとダメみたいな感じ。むずくないそれ。そう、結構頭使うんだよこれ。これはね、だから実力もあるけど、普通に返してても爆発して終わっちゃうから結構難しいんだよね。カウンターが上に乗ってるから今9って感じ、残り8みたいな。うっ、よし、そうか、今のでゼロだから、そうでなっちゃう。だからこうね、うまく返してもってとこなんだよね。やべ、まずいよまずいよ、ピーチピーチ。それ取ってたら爆発するのか。そうなるほど。あれ1回で返すとかできないのかな。うそ、やめろ、バレーのビーチで、普通にバレーで、バレーのビーチって言っちゃった。バレーの実力で倒しにくんのやめろ、おい、あ、じゃやめろよそれ。そうよ、カウントダウンなんて関係ないよ、もう返してしまえばいい。もうビーチビーチビーチ、もう勝つんじゃないこれ。ピーチ、うわ、ブロックうまー、私ブロックえぐいんだけど、さっきからよし、ブロックうまい、ブロックがえぐい。うわー、ブロックできねえ。いや、普通に勝てるな、これ。もうカウントダウン関係ないもんね。カウントダウンの要素もっとさ、生かして。ナイス、よーし、よし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 、取れてても爆発するから。そうなるほどね。ピーチ取って、それは。お前やる気あんのか、ドレスなんか着てきてさ、ビーチバレーで。水着着てこい、水着。そっちかよ。ちょ動きやすい格好で来いや。よし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 、父さん普通に。いや、それ無理。嘘、それ無理。それ無理。それは取れない。あぶね、いけ、決めろ。よーし、うわー、キノピオ吹っ飛んだ。よし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 、いいよ。あぶね、うわーっしゃー。ああなったら無理だもんな。ブロックしてマリオ吹っ飛んでったんだけど。よし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 、うわ、普通に決められた。これ逆転厳しいな、こっからも。あっぶね、うわ、もう普通に終わんじゃん。よし、普通に終わるじゃん。イエーイ、くそがくそがりゃ。はい、ということでね、ビーチバレー対決はボムコの勝利と。あー悔しい。もうちょっとこう爆弾の爆発要素出してほしかったわ、ブロックせずに。そんなこと言ったってさ、普通のバレーじゃん。そんなこと言ったってちょっとヨッシーがブロックうますぎちゃってね、ごめんなさいね。やかましいわ。はい、ということで今回はマリオパーティー5で遊んでみました。これほんと楽しいから ね他のね、なんだっけ、すごいミニゲーム
まだあんだよね、あと2つ、ね、あ、おまけモード、そうそう、あ、あるけど、でもこれがね、一番面白いんだよ。面白いね、俺アイスホッケーもやりたいんだけどね。アイスホッケー超面白かった。アイスホッケー私や、あんまやったことないんだよ。あれは面白かったから、あれもやりたい。まあ、じゃあ次回か、その次か、わかんないけど、機会があればやりたい、そうだね、はい、ということで本日も、最後まで見ていただきありがとうございました。はい、また次回もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。